外で遊んで近視予防。シャボン玉石鹸プレゼンツ、恐竜と車が大好きな3歳のリヒト君、近頃一人でボタンを止められるようになりました。今回パパとママからこんな相談が。近視を予防するにはどうしたらいいですか？お答えするのは大原歯科眼科院長の大原先生です。近視予防で最も簡単でおすすめなのは外遊びです。太陽光に含まれるバイオレットライトを浴びると近視の予防や進行を抑制する効果があることが分かってきました。外で毎日2時間以上遊ぶ子どもは近視になりにくいという研究結果もあります。連続して2時間でなくても良いので紫外線対策をした上で少しでも外にいる時間を長くしてみましょう。直射日光に当たる必要はありません。曇りの日や日陰でも十分に取り入れられます。室内では意識して窓を開けたりベランダに出たり太陽光を直接浴びる環境を作るようにしましょう。 UV やブルーライトをカットするメガネはバイオレットライトを遮断してしまいますので注意しましょう。バイオレットライトを通すレンズも販売されています。眼科では何歳から検査ができますか？3歳から検査ができますので、定期的に眼科専門医の診察を受けるようにしましょう。近視のなり始めの時期が特に重要です。自由診療ですが、近視を抑制する目薬や睡眠時につける特殊なコンタクトレンズで進行を抑制する方法もあるので、なり始めの段階を早めに見つけて治療することが大切です。気になることがあればかかりつけの眼科で相談をしてみてくださいね。外で遊んで大切な目を守ろうね。せーの、おー。番組では子育ての疑問悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。